おい。
ったく、時間食っちまった。いや。
おい。いらっしゃいませ。ありがとうございました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 。いらっしゃいませ。
時間食っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。高島かいや。高島。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや、この弾丸大陸からの密輸銃でしか使用できへんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが。だが。おっと、あかんあかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島か。じゃあ計画は成功したんだな。はい、親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。で、この後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい、それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなよ。こっちは裏でお前が汚いことぎょうさんやっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前、桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前、なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああ、そうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部とつながっとっても逃げられへんぞ。
合流会の肩も強な真似し腐ったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万や。いらっしゃいませ。おい。ええ。いや、おい。ああ、え、ほんまでっか。わかりました。世話になったな。ああ、待てや。桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた
1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東条会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。首に懸賞金をかけたのは誰だ。しゅか、やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。郷田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺が。そうか。ほな雀荘で気流を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、気流の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。
その前に。この10億、カムロ町にばらまいてこい。わかりました。せがって。時間食っちまった。このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。あんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何でも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ。私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が東条会の人間だからよ。東条会。彼の身辺保護をすれば東条会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた。まだ痛むか。もうなんともないわ。水一杯くれねえか。
佐山です。あ、はい、ちょっと怪我をしまして。はい、はい、一緒です。え、あ、はい、わかりました。うちの課長から。え、桐生だ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと。駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。いや。そうか、ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がいいんやないか。カムロ町に。だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、恩に着る。ええか、お前の弾四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。I don't think I'm ready, no, not for that jelly. My honey, like Winnie the Pooh.